関西最強マニア専門店で歌っておりまして、ほなくてはならないキャストですね。多分この辺の人やったらもうほぼほぼ知ってる有名人やな。ホテル行ってもプレー選手罰ゲーム的な客が多いからさ、うん、一緒に歩かんくて、なんか後ろから連れて行ってるから、うん、気づいたら客がいなくなっている。今回はテレビ初潜入のちょっと変わった風俗店の方へ潜入取材をしに行きたいと思っております。お店があるのはあのラーメン屋の上って言ってたので、おそらくあのラーメン屋さんですね。行ってみましょうか。トリプルレッドカードこちらですね。すいません。いらっしゃいませ。テレビ大阪の鳥谷と申します。よろしくお願いします。お願いします。通風さんで。あ、そうです。はい、あ、お願いします。トリプルレッドカードってどういったお店なんですか？関西最強マニア専門店って歌っておりまして、ほう、その風俗店で他店様で不採用になる、容姿年齢の子でも関係なく採用するっていう、ほう、いろんな人を寄せ集めたようなお店ですね。ジャンルで言うとホテヘルって言いまして、はい、お客様と待ち合わせを女の子がして、はい、で指定のホテルに一緒に行っていただくっていう流れになりますね。一番短いコースが60分で、8000円になります。そのぐらい値段を下げないとなかなかお客様がつかないので。あ、そうですか。はい、じゃあどういった女の子がざっくり言うとおられます？ざっくり言うと、まあ太ってる子、3桁超えてる子であったり、片足が義足の欠損してる女性であったり、本来はこの先はお客様は立ち入り禁止になるんですが、はい、はい、今日特別に。いいですか？はい、この奥が事務所と待機場になっております。あ、じゃあぜひ、はい、ちょっとではいいですかね。うお、あ、その頭真っ赤な。あ、失礼します。テレビ大阪です。お願いします。あ、お願いします。お二方いらっしゃる感じですね。つぐさん、なんか、はい、さっきつぐさんそこでお話してくださった時に、はい、ちょっと一風変わったとかっていうお話あったじゃないですか。はい、女性、はい、え、めちゃくちゃ普通に綺麗な、訳あり感ないというか、あのビジュアルはいいと思いますよ。はい、そうですよね。はい、ただそれぞれそれぞれ、まあ事情というとあれなんですけどね、他店ではなかなか難しいっていう。そうですか。どういう女性というか、整形女子。整形なんですか？いや、嘘です。え、整形はして？いや、してないです。こういうなんかしょうもない嘘ついたり、なんかちょっと人間的に問題があるんで、絶妙なラインの嘘を、面白くもない嘘を言う。あ私の場合なんですけど、私はもともと男性だったんです。男性で、今もう性転換をして、あの女性に、戸籍上女性になったんですよ。
はい、お電話ありがとうございます。トリプルレッドカードです。はい、明日は出勤じゃないですね。はい、失礼します。指名のキングマンの問い合わせ。だから最近入店してる子たちは、はい、少なからずともキングマンに会ってみたいからうちを選んだっていう選択肢の、うん、の一つにも入ってるんで、今のトリプルレッドカードにはなくてはならないキャストですね。じゃあツルトンタンの前にキングを迎えますのでよろしくお願いします。キングさん、ツルトンタンの前です。あ、聞こえました。出勤よろしくお願いします。今から何があるんですか。コスト行くよ。コスト、そう、デートで、デートコースで、デートコース、デートコースでコスト、はい、あ、ホスト行くってお客さんがホストってことですか。いや、お客さんは女性です、うん、あ、女性のお客さん、はー、クラバーで行きまえ。女性のお客さんもいるんですね、うん、たまにね。たまに、うんうん、あ、目光っとる。え、目光っとる。本当だ、カニのね、目が光ってる。綺麗ですね、昼間はそんな感じ。じゃあちょっとお気をつけて。どうですか。うん、かわいい。かわいい。はい。めっちゃ微妙な感じ。かわいい。はい。眉毛ちょっと足したいかな。あ、もういいか。どうぞ。おはようございます。はじめまして。はじめまして。今からこれは何なんですか。うちの TikTok のチャンネルがあるんですよ。はあ、で、その TikTok にキングマンさん出てもらおうと思って。たこ焼き、おい、夫婦してくれへん。どう、上品、甘い、キングマンさん、こういうの多いっすか、 TikTok に出てみたいな。まあ、ちょこちょこあるね。あ、ちょこちょこある。それはこの同じ系列のお店以外にも、うん、うん、有名なとこもあるもんね。うん、あるよね。やっぱキングマンさんって PR に強い。多分この辺の人やったらもうほぼほぼ知ってる有名人やな。新世界言ったらビリケンなんですよ。おうおう、大阪言ったらキングマン。なあ、なあ、ヘッドハンめっちゃ塩でめっちゃ座るやん。座る、見て、塩だけ。これ可愛いなと思ったんですけど、これなんですか。これは本名。本名、自分で入れた。え、自分で入れた。うん、うん、ね、これを、これ、自分で10代の時。え、これペンじゃなくて。そうね、針と墨で。え、ほんまゆかこっていうね。あ、お名前の。うん、うん、でも、K と O 入れてたかったけど、ここまで行きそうやったからやめた。やめ、うん、ゆかもゆかかも一緒や。キングマンさんも今日は終わり。うん、終わりや。ついて行っていいですか。
いいですよ。ありがとうございます。こっからもう終電とかはないっすか？私自転車行ってる。え？自転車。あ、自転車？はい。なんか今世の中は SNS の時代じゃないですか。キングマンさん、いろんな SNS の人とこ出てますよね。はい。あれはどうなんですか？え、人気者になれて嬉しい。あ、嬉しいんだ。うん。今までどういう人生歩んできたんですか？どういう人生？うん。でも風俗歴が長いんですよ。あ、そうですか。トリプルの前で、前入る前も風俗してたから。お、じゃあ何年ぐらい風俗は？もう20年以上してんちゃうか。前は何をやってたんですか？あ、地元おった。お、地元でなんか普通に工場行ってた。工場で働いてた。で、何をきっかけにその、いや、友達が風力やってて、うちもできるかなと思って。なんか風力は、なんか稼げるって言われて、ケングでも稼げるかなと思って。あ、その道だったら、なんかキングなんか罰ゲーム的な客が多いからさ、で、あの普通にプレイせえへん時もあるからな。え、ホテル行ってもプレイせえへん。罰ゲームっていう重要、実際にプレイするお客様本人は行きたくないけど、例えば会社の業績で最下位を取ったとか、じゃんけんで負けたとかで、お前行ってこいよっていう、トリプルレッドカード行けっていう罰ゲームで。いや、なんか、お客さん来るのはいいけど、途中で帰られるのが、あの、腹だった。途中で帰る？もう何回もやられても思うし、最初から怖かったらいいやろと思うけどね。はい、トリプルレッドカードです。到着されましたか？赤色の服ですね。すぐに向かわせますので少々お待ちください。キングさん、お客様の名前は伊藤さん、90分デートコースです。いってらっしゃい。はい、伊藤さん、お待たせしました。君がキングちゃんか。一緒に道頓堀を散策してもらってもいいかな？一緒に歩かんくて、なんか後ろからついて行ってるから、手がさっき歩くやんか。後ろ見たら、おはへんかったことある。え、どこか入りますか？気づいたら客がいなくなっている。こんなことが頻繁に起こるのです。巻かれたってこと？巻かれたっていうか、もうなんか逃げられた。もう途中で嫌になったんちゃう？それしかなくない？いや、なんかそんなことあんのか。ある。いや、最初から怖かったらいいやろと思うけどね。何しに来たんって話やん、こっちからしたら。他にもこんな客いたみたいなあります？あの、ホテル待ちが長かった時に、ファンまで待っとくわって言って、で、ホテル空いたら呼びに来てって言われたけど、帰られた。コンビニ呼びに行ったけど、おらんかった。最初はなんか嫌やったけど、今と なったら、別にプレゼントでいいから楽かな。もうっていうのもあるかな、少しは。そうそう、でもプレゼント変えるのも何かなと思うけどさ、けど何もせへんから、何もせんと喋るだけで、お金もらうから、ラッキーじゃラッキーかな、考えたら。このお仕事のやりがいってどこですか？やりがい？まあ、いろんな人に会えるでしょ。まあね、また来てくれる人もおるし、あとなんか友達に紹介しとくから、まだ友達が来るかもしれんね、来るかもねって言われた時嬉しい。やっぱトリプルレッドカード入ってんから、
結構有名になったから、うちも、うん、声かけられたら普通になんか返す、無視はせん、無視は絶対せん、やっぱりみんな知ってるからさ、うん、そうだよね、そうそう、それはなんか大事にしとるな、うん、大きな森さん、それでコメント結構ちゃんと返すんですね、返す、それ大切、やっぱりキングオールをさ知ってくれてるって嬉しいじゃん、嬉しいですよね、なんか人気者になったみたいな感じで、うーん、そのキングマンさんって、うん、そのみんな笑い物にする人もいると思うんですよ、正直ね、あの、おると思う、うん、でも素敵ですもん、どこが、なんかさ、うん、今日の道頓堀の中歩いてる時もそうですけど、うん、なんか周りの目を気にせずに素で楽しんでるじゃないですか、会話とか、うん、そういうとこじゃないですか、一人の女性として、うん、いや、あんまり気にしないかも、気にしても気にないですよ、うん、なんかトリプルレトロカード入ってから、うん、今日変わったかなとは思う、自分でも、うん、もう9年も働いてきたからさ、うん、なんか女の子とも仲いいしさ、家族みたいなもんや、家族みたいな感じ、家族ね、うん、ダニーのさ、いい感じだったかなって感じ、うん、まあ自分の家はあるけど、トリプルレッドカードの家みたいな感じ、うん、楽しいですね、うん、楽しくなかったらやめてな、ちょっとカモン、今この風俗っていう自由プレイじゃないですか、その仕事は私楽しくて仕方ない、なんか男性として生きてた時よりすごく自分らしく生きれてて、今の方が生きてて楽しいと思います。